チュワートインディズニーワールド。ハロースチュワートです。いつもご視聴ありがとうございます。フロリダのディズニーワールドやディズニークルーズに関するコンテンツを配信しています。今回はエプコットにやってまいりました。まあエプコットねすごい人なんですが、今ねエプコットインターナショナルフェスティバルオブディアーツ、アートのフェスティバル開催したばかりです。で今年の2024年は1月12日から2月の、ね、19日まで、はい、やっております。今日の日付は2024年の1月14日なので、本当にね開催したばかりということでワクワクしてやってまいりました。さあ一体どんな様子なのでしょうか。ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。フッチワード、こちらねイマジネーション の、 あのフィグメントの乗り物のところドドンと来まして、あ、これだこれだ、はい、これを体験したいと思います。ペイントディストリビューション、はい、行ってみよう。あ、なんかやっているね。はい、これに参加したいと思います。こちらでねあのペンキをもらうみたいです。はい、ハロー、はい、イエス、プリーズ、はい、こちらですね。はい、ピグメント色もらったよ。あ、そして黄色4番なので、ね、例えばここ4番ね、4番塗っていきたいと思います。1よし、とりあえずこんだけ塗れたよ。はい、これあ難しい、あのね意外と綺麗に塗れない、難しいな。はい、こんな感じでできました。上手に乗れたね。楽しい。なんかね、こんな感じで進めております。何ができるのかな、まだわかんないね。はい、書き終わりました。これはこっちで、筆がこれ、はい、はい、はい、こちらができるそうです。すごいね、わあ、これがこれになるそうですよ。すごい。はーい。で、こちらのカラフルクイズインっていうのですね。こちらですね。このワンダフルウォープオブカラフルクイズインのロケーションで5つ買うといいものがもらえるっていうね。スタンプを集めて楽しいね、あのご褒美いただけるというものです。さあ、これやってみたいと思います。はい、こちらポップイーツのメニューになりますが、まあいろいろね、トマトスープから、うわ、チョコレート、オレンジムース、まあなんかね、いろいろ楽しそうなものがたくさんあります。お店の上のところにね、いっぱいねアートのものが置いてあります。楽しいですね。はい、こちらねポップイーツですよ。で、これねトマトスープなんだけど、なんか白いよ。ちょっとよくわからない。缶の中に入ってるよ。で、こちらがサンドイッチですね。アンディ・ウォーホルの感じ。あ、ぽいね。へえ、じゃあちょっとスープいただきます。こんな感じですね。これでね、6.5からだから。すごい。いただきます。ちょっとじゃあいただきます。あ、おいしい。あのね、程よい酸っぱさなの。うん。じゃあ定番でね、ちょっといただきたいと思います。何これね、ピクルス、フライドピクルスかな。あ、グリーントメイト。あ、グリーントメイト、うん、これ 6.5 でしっかりの、あの量だから。見てこれ、ほわほわほわって。いただきます。
美味しい。やっぱり一緒につけた方が美味しい。スパイシーではあるんですけど、なんか口にいっぱいつくんだけど。これね、サンプラリーのうちのパンもね、サクサクしててあったかくて美味しいし、この季節にね、バッチリだと思います。このやつはスペシャルサンドイッチなんだけど、これベーコン入りなんですよ。うん、でこれじゃなくて、普通の癖のないクリームチーズもあるんだけど、どっちが美味しいと思います？あのね、普通のも食べてみたいけど、これもいろいろ入ってていいと思いますよ。これはね、うん、面白くないっていう。はい、そっか。はい、そんな感じです。バイ。はい、こちらカナダ。カナダ毎回ね、美味しいものがあるんですけど、あのビーツとあのリゾットだけど、ービーツ満開。はい。ちょっとメニュー見てみましょうね。まずビーツのね、前菜的なものでしょうね。それからローセットボーンマローってなんだろう、それからね、あ、ワイルドマッシュルームのリゾット、これも美味しそうですね。飲み物はですね、いろいろあるのかな、フローズンスコッチカクテルなんかもあって、なんか面白そうですね。わー、すごくね、綺麗ですね。すごい。はい、さあ行きましょう。はい、こちらのスタンプ、ワンダフルウォークオブカラフルクイジーンスタンプラリーでございます。なんとこの左の中から5つのディッシュを食べたらいいということでしょうか。そうですね。あ、5つでいいの。そう、あ、でも、うんうん、あれ1、2、3、4、うん、5つです。で、6個のうちの5つなんで、あら、結構な量だと思います。このね、じゃあこの一つ多いのは何でしょうか。最後に全部5個やったら、最後景品っていうか、あの召喚できます。え、僕違います。僕食べれるの、食べれるの。わー、大体食べ物ですね。はい、わ、これは楽しみ。もうすでに2つね、クリアですよ。今回はね、はい、あのコンプリート目指して頑張りたいと思います。頑張りましょう。はい、カナダのこの前菜的なね、ビーツのサラダでもないし、まあ、ビーツの前菜ということで よろしかったでしょうか。うで、ね、で、はい、チーズ、うん、あ、チーズも入ってるね。そうですこれはちょっと癖のあるチーズかな、もしかして。どうでしょう、わかりません。食べてみてください。はい、えのきだけが入ってるのが面白いですね。このおソースは何かな。ローステッドビーツ、ゴートチーズと、お、ゴートチーズ、きた、ブラックベリー、ブラックベリー。ソースはブラックベリーソースで、おー、はい、ピーカンがちょっとスパイシーだったそうです。おー、すごい、綺麗ですね。黄色と赤のビーツ両方2色です、ね、おー、なるほど。なんか意外とたくさん入ってるね。そうです。はい、それではいただきます。ツンツン。では赤いビーツからいただきましょう。あれ、ちょっと待って、すごい硬いんだけど。カチカチ。どういうこと、カラメル。あれ、なんで、え、ビーツってこんな硬かったっけ。いただきます。あれ、ちょっとピリ辛だ。あれ、スパイスピーカン、スパイスドーピーカンって書いてある。うーん、お味すごくいいね。ただちょっとこの硬いのはこういう感じなのかな。あ、こっちも硬いわ。あ、この生っぽいってこと。ちょっと生っぽい感じですね。じゃあローストじゃないの。ホクホクはしてない感じはしますね。うん、でもローストはしてますよ。うん、お味がいい。うん、あのビーツそのもののお味も美味しいんですけど、このね、やっぱりおソース、おソースの、うん、この甘さと、あとビーツってちょっとね、甘いだけじゃなくて少し癖のある味っていうか、まあ大根っぽさっていうか独特の味があるんですけど、それをね、うまい具合にこのおソースで味の方向性を決めてる感じですね。うん、爽やか、美味しいです。あっさりですね。チーズちょっとゴートチーズ苦手なんだけど、どうかな、このおソースと一緒に食べてみたいと思います。なんかね、くるみみたいなのも入ってるよ。いい、うん、あ、ゴートチーズだね、これは。そこまで口
せば強くないけど、大人の味。これはね、ワインですよ。ワインが欲しいね。はい、スチュワート。はい、ここデコジライスというところですね。はい、ね、ここでね、なんか美味しいねデザートがあるそうなので、これですね、ナポリタンデザートトリオ、デザートトリオ5ドル25、これにチャレンジしたいと思います。デザートトリオです。はい、こちらです。あの、先ほどの、ね、お店でね、3つのスイートのトリオです。なんかナポリタンって書いてなかった？あ、それ3つのっていう意味なの。あ、そういうことか。あの、アイスクリームもそうだけど、いつも3種類の味なので。なるほど。なんだろう、これ。桃？桃だろう。違うと思いますけど、あの、こちらもこのアートのやつです。はい、見本になってるもんですね。そうです、そうです。じゃあ一番食べやすそうなのからちょっと行ってみようか。あの、ナイフをいただけなかったので。ナイフないの？そこ。はい、スプーン、スプーンじゃない。意外と硬いから。カチカチマン。カチカチマン。え、どうやって食べよう。あ、中からクリームが出てきちゃった。とね、チョコレートタルト、ワニラビンチーズケーキ、ストロベリームースです。これがバニチーズだね。それはバニラビーンチーズケーキ。はい、そうです、そうです、そうです。おー、あ、美味しい。ただのチーズケーキ、うん、チーズケーキ。いや、ただのチーズケーキと。なんか上がさ、ちょっと芋虫っぽい色だから、どうなのっていうの、ね、中のね、あの、このふわふわなんですよ、中身の。あ、ムースっぽいんだ。ムースがすごくいい感じ。うん、上手だね。うん、爽やかですよ。下のクッキーと一緒に食べた方がより美味しさが。なるほど。増します。あの、隣のピンクはバードちゃんがピンクになったかなみたいな。うん、さあ、あ、なんだろう。あ、ムースですよ。ここはストロベリーなんだね。僕、バードちゃん、おばあちゃんいる？あ、ストロベリーだね、これね。そりゃストロベリーだね。わかりやすいストロベリーの味ですよ。すごい爽やかな、イチゴの香りがすごい素晴らしいですね。美味しい。上にもムースが乗ってて、うん、あ、上のムースと中のムースは同じかもしれません。なるほど。でも甘さはこっちの方が控えめかも。へえ。うん、はい、で、こちらね、チョコレートかな。そうですね。そりゃ見たらそのままやな。これはね、あ、周りがクッキーみたいになってて、中がムースっていう感じですね。このね、周りはね、カチカチマンですよ。カチカチマン、クッキーですね。うん、ちょっと大人の苦味もありつつ、うん、じゃあビターチョコなんだね。あの、味一辺倒じゃなくて、いろんなチョコの味がしますね。どれが一番甘いですか？甘いの真ん中ですね。あ、そう。それで5段階でいくつぐらいですか？それ、これで、うん、一番甘いので4ぐらいだったよと思います。はい、これは3ぐらいかな。でも全部食べてみたらまた変わるかも。はい、美味しいです。はい、ただいまの時間5時15分です。アメリカ館のガーデンシアターに来ています。今日は、5時半の、ね、ショーを、ね、見に来ております。初回です。はい、今日のディズニーオンブロードウェイコンサートシリーズ楽しみです。で、ね、1回目なんですけどね、5時半っていうのがね、この日のね1回目になりますが、結構な混み具合ですね。で、昨日はね8時からのショーに行ったんですけれど、はい、8時からが3、まあ、昨日は3つ目のショーで最終でした。その時の方がね、人が少なかったなっていう感じはしますね。スッチワード。
outside. Maybe start shading in the areas of the stripes. Is signing and dating it. So that way in 10 years when you find it while you're cleaning out your stuff, you can remember how much fun you had on this trip and hopefully what a great time you had at the Festival of the Arts. And that is Flounder. シンキーなの、うん、僕はちょっとより目ですどういうこといい、これなんですか、マルシーマルシーマルシー、え、そっちさん可愛い、今回はソフトなタッチですごくいいです、ありがとうございます、僕はなんかね、泳げたやきくん泳げたやきくん、これ絶対泳げたやきくんだろう、これ毎日毎日って書いておく、いやです、はい、楽しかったです、この後の回は違うやつでフローズン2のサラマンダーですね、まあ、ちょっと名前がわからないんですが、はい、わかりました、またね、バイバイ、そっちはとちょっと食べてしまったんですけれど、こちらね、エンパナーダになります、で、こちらね、ビバレント&ビビードエンカントコチーナかな、コキーナかコチーナです、はい、でこちらねもうね切っちゃったんですけど、中にお肉がたっぷり入ってます、で上にはねこれマスタードかなと、なんかちょっと辛いなんかソースがかかってるんですけど、はい、はい、すごくねお肉の味がねきっちりとしてて、ね、でチポトレってやっぱりちょっとマヨネーズっぽいね、そういう感じの味がするんですけども、 これのねチポトレマヨって感じです、うん、うん、パイでこう包んで あるんですけど、このねパイがねそんなに太すぎずですね、ちょうどいい感じ の分厚さで、うん、すごくいいですね、でここのね周りのところがカリカリとしてて、それも美味しいです、お肉もしっかり入ってるみたいですね、辛さは大丈夫、そっちは大丈夫だけど後から来る辛さだね、ポテトも入ってますよ、ポテト玉ねぎ、うん、細かくね切ってあるので、でもこれさちょっと小腹が空いた時にいいかな、うん、あ、ポテトだね、うん、でちょっとひき肉が入ってる感じかな、ひき肉チョリソーか、はい、あのね中のチョリソーが辛いんだ、あ、結構中も辛くて、うん、結構辛いね、はい、ご注意ください、またね、はい、こちらねフランス館の前なんですけど、こういったチョークアートがあります、はい、こちらフランス館のところです、アートフェスティバルのこれ絵画になります、かわいい、あ、ピグメントのいろいろありますね、あ、これはすごいエッコットって感じ、はい、マグカップ T シャツタンブラーで、チープチャージが 79.99 です、すごい可愛いけどちょっとサイズが大きいな、おいくらかな、 39.99 です、なぜかチャイが売ってます、あ、これはアニュアルパスホルダーアイテム、これかな、これがそうなのかな、かわいい、これがピグメントはい、あ、これかわいいね、あ、かわいい、はい、これもいいね、はい、とっても素敵です、これからこれクリスマスのオーナメント、はい、マンチですか、あれ、あら、なんですかあれは、あのバーブちゃんと私が欲しいです、あれのピグメント可愛いですね、こち
ちらちっちゃなプラスですね。でこれはキーホルダーになるようです。かわいい。裏と表が違うのかな。あーかわいいね。2024書いてますよ。こちらかわいいマグカップかな。マグカップというよりはなんか鉛筆立てたりできそうですね。 24.99 24.99。 こちらがかわいい。わー結構高い。これね 54.99 だそうです。はい、そっちワード。はい、こちらにトーマスキンケイドスタジオということで、あのキンケイドさんのスタジオですね。他にもね売り場あるんですが、こちらがねやっぱり素敵なのがたくさんあるのでちょっと見てみたいと思います。でスタジオのアーティストさんがねいらっしゃって、サインをされてるようですね。すごいですね。It's about 30-35 miles. I'm really enjoying it. こちらにいらっしゃいますね。かっこいいですね。すごい。ここもねブースになりますね。すごい。たくさんミッキーさんとかね、かわいいのがいる。今ねこちらでライブをされていますが、ミッキーさんの方のお名前が書いてあるようです。はい、行われているようです。はい、ソースアートですね。プルートちゃんです。これはメキシコ館です。あ、他にもいろいろあるみたいです。あれ君は、スターちゃんが可愛いですね。何してますか。ほら座って。いいですいいです。こんな感じで撮れます。いいですね。あー見てください。こちらねぷよぷよしてるんですけど、これここはね、リコンストラクテッドディッシュって言って、あの既存のね食べ物っていうか有名なあの食べ物をばらしたばらしてあります。こちらですね。こちらのお店になります。はい、それでは、ね、これメレンゲ入ってますね。なんかこれね、なんだろうね。いただきます。美味しそう。これあ、これが黄色いもん。これが黄色いもん。お、いただきます。これつけてラズベリーでしょうね。あ、しょっぱい。おいしい。この他のものを食べてください、うん、はい。カスタードっぽいね。いや、キーラーもこれいいですよ。すごくおいしいね。あんまり甘くはないでしょう。うん、酸っぱさの方が勝つね。あ、これも結構酸っぱい。結構キーライムの感じの味。2つ違うカスタードなんだ。レモンカードかな。
こんな感じですね。これはここはパイなのかしら。あ、美味しいね、これ。何それ、ケーキ。うん、ケーキ、スポンジケーキ。すごくこれはね、バランスが取れててすごくいいと思います。どのディッシュが一番美味しかった、このゲームっていうか。あのね、デザートはこれが、これがこっちの方が美味しいと思います。しょっぱいはどれが良かった？ビーツとエンパナーダと、あとグリルドチーズ、トマトスープ。あ、もうどれも美味しかったけど、エンパナーダもいいし。いや、難しいですね。あのね、あのサンドイッチも美味しかったんですよ、すごく。でもお得感もあるかな、やっぱり。あのトマトソースのね、トマトスープと、あとサンドイッチの。あれはね、お得な感じがして、しかもすごくあったかいのも良かったと思います。スタンプが5つ集まったので、こちらで交換いたしましょう。景品いただきました。あ、僕は違います。え、僕は景品、僕は景品じゃありません。こちらコンプしました。じゃーん。はい、ということで景品をいただきましたので食べてみたいと思います。まずこれはスムージーかな。はーい、もうなんか溶けちゃった。うん、あ、美味しい、爽やか。うん、これベリー系ですね。何フェリーかな。ラズベリーとブラックベリーが。あ、美味しい。うん、す、あ、いいですね。ちょうどいい感じ。あとね、クッキー、こちら結構しっかりしたクッキーなので、どのぐらいのね、なんか感じなのか気になるところです。食べてみましょう、ね、ソフトクッキーっていうか柔らかいね。いただきます。うん、すごい柔らかい。あ、そうなの。うん、うん、あ、甘い、めっちゃ甘い。うわ、5段階で5かな。うん、下はそんなに甘くないので、もうアイシングがすごい。でもね、5までいかないかもね。 4.5 ぐらいかな。でもこの甘いのと甘いのの組み合わせはどうなの。なんかもうお砂糖の塊食べてるみたいだから、やばいね。下だけ食べる方がいいかも。なんか上を少しと、下のこのクッキーの部分をちょっと多めに食べてちょうどいいぐらい。でもお味はいいですよ、すっごく。うん、お味はすごくいいです。やってよかった、やってよかったと思いました。楽しいし、なんかこれかわいいし、まあ、それプラスチックだからね。うん、フッチワード、エプコットインターナショナルフェスティバルオブディアーツ2024年の様子を駆け足でご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけたでしょうか。今回は2日にわたってね、取材をしました。美味しいものをたくさん食べれたのもポイント高かったですね。それからアートのね、やっぱギャラリーがたくさん、あのお店が出ていたのもとっても楽しかったですね。そしてね、やっぱり目玉なのがディズニーオンブロードウェイコンサートシリーズ、こちらのね、舞台がやっぱり良かったなと思って、2回見ましたね。で、今日はね、お絵描きもできたので、なかなか描けないね、キャラクターを描けたので、それも楽しかったですね。この時期にね、ディズニーワールドにいらっしゃると、このね、楽しいアートのフェスティバル、あのぜひぜひ参加してみてください。エプコットに入ればね、どなたでも体験できますので、特別の料金とかはいりません。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。この動画が良かったよと思ってくださったらグッドボタン、そしてこれからの動画を見逃さないためにもチャンネル登録お願いいたします。スッチワードとトークです、がお送りしました。それじゃあまた見てねー。